はい、こんにちは、カズです。今日は球速クロス使ってみたいと思います。はい、今日はですね、イエローハットの連結子会社であるカー用品のトータルサポートカンパニー株式会社ジョイフルっていうところがね、販売元になっているこの球速クロスのワイドとレギュラーっていうのを使ってみたいと思います。ジョイフル、なかなかね聞いたことないかなと思うんですけど、実は結構ねいろんな洗車用品出してて、でねホームセンターとかにも売ってて、自分もねいつの間にかねここのジョイフルの商品ね買ってた。でこの球速クロスに関しては、多分ねイエローハットの連結子会社なのでイエローハットでしか売ってないと思われる。確かに探したらイエローハットにしかなかった、これに関しては。でも他のここにねこれジョイフルって書いてあるのかね、これがそのジョイフルの商品だね。このマークの商品はホームセンターにはあった。あったんだ。あった。あのね、そう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 。この色のさ、クロスあるじゃん。あの5枚セットだ。そうそうそう。あのこうやってさ、なんか紐でさ縛ってたやつ。あれジョイフル。あ、そうなの。これジョイフル。へえ。そう。びっくりしたよ。あ、買ってんじゃんと思ってさ。買ってんじゃん。そう。でそこで出してるこの球速クロス、価格がね、ワイド。こっちが1180円、レギュラーが698円。これ安いのか高いのか分かんねえじゃん、まだね。分からん。これさ、ちょっとさ、じゃあ開けてみるよ。なんとさ、ツイストパイルなわけよ。このツイストパイルっつったらさ、俺らが今使ってさ、ジオンの、ジオンなんだっけ、シルクドライヤーとかさ、グッドスタッフのキングモンスターとかさ、いわゆる3000円も4000円もするさ、やつ。 あとせいぜいドライモンスターか、プロスタッフの あれで2400いくらだっけ。意外と高いやつが使って採用してるのがこのツイストパイルなんだけど、それが1180円で使えるっていうことはかなり安いのよ。触り心地いいよね。薄いね。ちょっとじゃ、まあね、それはちょっと値段がねあれだから薄いっちゃ薄いかもしれないけど。絞りやすいじゃない。そうかもしれないね。そうだね。サイズが2つあるの。まずワイド。90×40cm。大きいやつだね。横長いんだね。横長だね。そうだね。横長。でレギュラー。40cm×40cm。ほう。ちょっとちっちゃいやつだね。でね、はい、じゃあ大きさが。まずワイドの方ね、90×40 か、横長。サイズからすると今まで使ったやつでいくと、だいたいムササビクロスと多分同じくらいかな。ちょっとムササビクロスここにあるから、比べてみます。はい、縦はだいたい同じくらい、でも横はこっちの球速クロスの方が長い。で価格もさ、ムササビクロス確か1000円するかしないか、あ、そうなんだ、ぐらいだから、まあ、価格も結構いいとこどっこいどっこいかな。大きさはこのぐらいの大きさで、若干球速クロスの方が大きい。でレギュラーは 40×40 の正方形、なんだろうね、ちょっと大きいハンカチぐらいかい。そうだね。そうだね。タオルハンカチ。そうだね。でこれもやっぱりちゃんとツイストパイルね、なってるね。さっき忘れたけど、まあ、見て分かったと思うけど、給水側は片面だけね、片面ね、両面ではないよと。あとは性能がどうかを見てみないと分からないから、早速使ってみましょう。はい、それでは球速クロスのワイド、使ってみたいと思います。はい、いきますよ。ビタッといくかな、真ん中ぐらいまでね。よいしょ。ビタン。あ、いいね。おお、すー、すーね、おー、すーね、すーね。ちょっと気持ち悪いね。ちょっと気持ち悪いね、まだらになってくるね。このまま引くよ。ズズ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 ズ。お、意外と、あ、でも残っ、どうだ、残ってるかな。若干、若干若干だね、若干。水垢じゃないでしょ、多分それ。水垢じゃないね。ちょっと最初の吹き始めで若干引っ張ったけど、
こっちの方はそっか、あでも若干だね、若干残ってる、ね、うん、なんだろう、やっぱ重さが足んないのかな。あそうか、重さが足りないっての確かにあるな、うん、あるな、重さがな足りない、あるな、うん、やっぱりこの置いて引くっていうだけのその吸水性能で言ったら、うん、まあシルクドライヤー、キングドライヤーだっけ、うん、そんな感じの、そうそうそう、とかの方がやっぱり強いな、うん、ただコスパこれで1200円前後でさ、うん、これだったらまあ許せるな、本当に、うん、許せるべこれ、いや分かんない、まあ、もうちょっとやってみると分かんないけど、うん、ちょっと判定がやってみるかな、ちょっとボンネットちゃんと全部拭き取れるかやってみて、うんうん、もう一回いくよ、うん、よいしょ、あでもどうだ、いやいやほぼ いけてるけど、うん、ほぼほぼいけてる、うん、ほぼいけてるけど、うん、ちょっと残ってるかなぐらい、そうだね、まあ、かなり厳しく言うとねかなり厳しく言うと、あでも、うん、あ老けてるね、でもほぼほぼ、うん、ほぼほぼいけるぜ、でもここまで吸えたらさ乾いちゃうからいいよね、うん、大丈夫だよ全然、うんうん、でそれでね吸えるんだったらさ、洗車はあのコイン洗車とか行くのもさ、うん、吹き上げでそれ1枚持っとけば、うん、そうだね、これとレギュラー、うん、あ細かいところ、そうちっちゃいやつね、ちっちゃいやつでさ窓とかさ、うん、横とかさ一個ずつ、ね、そうそう細かいとこ拭けば、うん、いいんじゃない、いいわけでしょ、じゃあちょっと窓の底拭いてみるか、はい、じゃあ次はレギュラーね、うん、ちっちゃい方、うん、細かいところを拭くと、うん、窓に置くと、置いた、置いたと、さあするかな、分からん、分からん、でも引っ張ればスー、いいじゃん、ああ、ああ今度はいいじゃん、うん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 ほぼほぼないじゃん、そうね、うんね、うんうん、うん、あいいんじゃないですか、あいい感じ、いいんじゃないですか、うん、これね一時ね、うん、売り切れてたんだよ、全然あのイエローハットでさ、へ、うん、売り切れちゃっててかなり人気だったんだよね、そうなんだ、うん、でやっと最近ちょっと在庫が入ってきたみたいで、うん、へ、うん、ちょっとした水滴ならスッと拭ける、そうだね、うんうん、こんな感じ、吸水力は全然問題ないんじゃないでしょうか、うんうん、じゃあ、はい、あとじゃあ何リッターこのタオルは吸い込むことができるのか実験してみましょう、ほいさい、はい、はい、じゃあ吸水クロスワイド、はい、大きい方ね、大きい方ね、うん、うん、これをやりたいがために2枚欲しかったの、うん、もう濡らしちゃうとね吸水しなくなるからかわいそうに、そうだからこれのために欲しかった、バケツに水1リッター入れました、うん、はい、この1リッターをこの乾いたままの吸水クロスワイドが、うん、大きい方がこの水1リッターを吸い切れるかどうか、うん、はい、やってみますよ、はいよ、えい雑、えいで染み込ませる、うん、うん、染み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 、ちょっと人手を使ってね、ジャブ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 するよ、ちゃんと全てにちゃんとこう行き渡るようにジャブジャブします、うん、はい、そして持ち上げる、うん、でんでんでん、ちょっと垂れてるけど、垂れてるわ、垂れてるね、垂れてるけどほぼほぼ取ったよ、ほぼほぼ吸った、本当、うん、垂れてるけどね、垂れてるけどねもう一回いこうか、うん、もう一回いって垂れてるけどさ、垂れてるけど、ね、垂れてるけど、まあ、ほぼほぼ吸ったよ、あまあ金額出てきて、金額のアドバンテージを考えてさあの結構、いやどう、このあれじゃない、金額で1リッター吸ってくれたら優秀な方じゃないの、しっぽしっぽじゃダメこんなとこかな、あ止まった、うん、あはい、まあ、こんなもんだよ、うん、ちょっとこれ測ってみるか、一応測ってみるか、これで大体120-130ぐらい、はい、うんうん、戻った、だから、はい、まあ、900ml ぐらいは約吸ったってことだな、な、うん、うん、はい、やっぱ、まあ、シルクドライヤーとかはこれやったら
まあ大きさもこの倍あるからね。そうだね、うん、倍あったからさ、うん、まあそりゃ吸うんだよ。まあ、うん、そりゃそうだ。そうで、あとやっぱコスパ考えたらまあ優秀だと思うよ。で第3の実験、うん、第3の実験は、うん、これが絞りやすいかどうか。ああ、うん、絞りやすいかどうか、うん、シルクドライヤーとかああいうのはもう絞れないから、ほぼほぼ。そうだ ね、これは果たして絞れるかどうか、うん、どう絞るのがいいか、思い切ってちょっと太めで絞るよ一回ね。うん、うん、あ、意外と絞れる。ああ全然絞れる。シルクドライヤーとかと比べたらはるかに絞りやすいわ。あ、そうなの。うん、試しにちょっと上からの、よくある上から絞るやつね、うん、やってっけど、うん、これ今どう映ってるのか分かんないけど、よいしょ、うん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 、結構絞れる。絞った。絞った。ほらこんな感じで、意外と、いや濡れてるよそれ。それ乾かんよ。こんな感じで、なんかもう人何つ吹き上げ、うん、うん、ちょっとできそうなくらいまでは絞れる。うん、うん、結構だね。結構なもんだ。うん、うん、いいんじゃない？いいね。うん、で四つ目。さっきから気にしてるけど。うん、4つ目、はい、じゃあこれ絞ったやつね。まあ色はちょっと濁ったわ。うん、うん、濁ったけど色落ちって感じじゃないね。うん、うん、あの正直青くてさ、うん、あの色だから、あ、結構色落ちすんのかなと思って色落ちを心配してたんだけど、うん、あんまり色落ちしてない。うん、うん、で色落ちが結構ひどかったというか、あ、これ色落ちしたなって分かったのは、あのペルシードのピンク色のね。そうだね、うん、あれはすごかったね。あれは結構色落ちしたね。うん、うん、だなんとなくだけど、まあ、1回目でしかないけど、洗濯機で回してもいないけど、うんうん、使ったものを絞った分に関してはそこまで色落ちしてない。うん、うん、はい、意外でした。うん、はい、こんな感じで、はい、はい、はい、それでは今日はジョイフルの急速クロスワイドとレギュラー使っていました、うん、はい、まとめとしてはまずはね、コスパがすごくいいよね。そうだね、1180円と698円、うん、めちゃめちゃコスパがいい、うん、そして、シルクドライヤーとかと一緒のツイストパイル製法、うん、吹き上げられると、うん、いうことでね。で吹き上げの具合も厳しく言うとさ、うん、やっぱり若干その高級品とはちょっと若干落ちるかもしれない、うん、でもコスパ考えたら全然バッチリ。そうだね、うん、ただし耐久性は未知数、まだ1回しか使ってないからね。そうだね、どのぐらい耐久性があるかっていうのは分からない。どうする？でも洗って乾かして2回目使おうと思ったら全然すわない、カピカピになったとかね。まあそんなこと、まあ、2回ぐらいじゃないだろうけど、うん、10回ぐらいではあるかもしれないな。そうだね、うん、怪我ね、うん、分からん、それは分からんよ、うん、で注意書きにもね、やっぱねその辺書いてんだけど、うん、本品はね消耗品ですって書いてるから、そりゃそうだ、そりゃそうなんだよ、うん、もうそれはね高いやつだってなんだってそう、うん、消耗品だから、うん、あのずっと使えるわけじゃない、うんうん、だからねこの金額だからさ、うん、本当大きいの2枚3枚ぐらい買っといて洗濯して使い回すぐらいのね。そうだね、うん、感じでね十分使えると思います、うん、はい、なのででこれ本当にね、本当に売り切れになってたから見つけたらね、うん、すぐ買った方がいいよ。本当に、ね、本当に俺見つけた時に1個ずつ買って、うん、次の時行った時にはもうなかったから、そうだからね見つけたらねすぐ買った方がいい、うん、迷うことないわ、うん、うん、はい、それでは今日はジョイフルの急速クロスワイドとレギュラーを使っていました。ご視聴ありがとうございました。はい、はい、はい。